を乗せる前にベルトを自分の体に合うように調節しましょう。まず抱っこ紐の上にお子様を寝かせます。前当て部をお腹に乗せて腹部バックルを差し込みます。この時お子様のお腹周りはきつすぎたり緩すぎたりしないように調節しましょう。左右のショルダーベルトをお子様の足にかからないようにしてベルトを重ね合わせて肩から斜めにかけましょう。横抱っこの完成です。頭と首が安定し、生まれてすぐの赤ちゃんにも安心です。体に近い方のベルトを短めに調節すると、より水平に近い抱っこができます。お子様の頭の位置がお尻より高い。お子様を両手で支える。お子様を下ろすときは、まず平らな場所にお子様を寝かせてからショルダーベルトと腹部バックルを外して下ろしてあげましょう。まず抱っこ紐の上にお子様を寝かせます。前当て部をお腹に乗せて腹部バックルを差し込みます。この時お子様のお腹周りはきつすぎたり緩すぎたりしないように調節しましょう。お子様の両腕を通し調節バックルを差し込みます。左右のショルダーベルトを両肩にかけヘッドサポートを折り返したらショルダーベルトを調節します。パパ、ママと赤ちゃんが向き合える縦抱っこの完成です。お子様が眠ってしまった場合はヘッドサポートを立てて使うとお子様の頭をしっかり支えることができます。お子様を下ろすときはまず背中の調節バックルを外しましょう。平らな場所にお子様を寝かせ腹部バックルを外して下ろしてあげましょう。おんぶではヘッドサポートを折り曲げてから抱っこ紐の上にお子様を寝かせます。前当て部をお腹に乗せて腹部バックルを差し込みます。この時お子様のお腹周りはきつすぎたり緩すぎたりしないように調節しましょう。お子様の腕を通して回転バックルを止め低い姿勢でお子様を背負います。調節バックルを差し込みショルダーベルトを調節します。おんぶの完成です。家事をするときにはおんぶが便利です。お子様の頭の位置が装着者の肩より高くなっている。お子様を下ろすときはショルダーベルトを外しお子様を寝かせ腹部バックルを外して下ろしてあげましょう。前向き抱っこの時はまずバックボードを外します。腹部バックルを差し込み調節バックルも差し込みます。ここで回転バックルを外し左右のショルダーベルトを両肩にかけお子様を抱っこ紐に乗せ両足を通し腹部ベルトを調節します。ヘッドサポートを折り返してから回転バックルを差し込みます。最後にショルダーベルトを調節しましょう。楽しくお出かけできる前向き抱っこの完成です。パパ、ママと同じ景色を楽しめます。前向き抱っこではお子様の両腕を通して使うこともできます。お子様を下ろすときは回転バックルと腹部バックルを外し下ろしてあげましょう。